どうもウィリアム・テンプソンです。本日はですね、また水洗いをしていこうと思うんですけど、前回ジョン・ロブのウェストミンスターを購入したじゃないですか。私ね、ちょっとまたウェストミンスターを買ってしまいました。こちらです、ウェストミンスター。うん、って思った方ね、かなりいらっしゃるかと思うんですけど、こちらね、ジョン・ロブじゃなくてクロケット&ジョーンズのウェストミンスターなんですよ。ジョン・ロブを語るみたいな動画でね、ウェストミンスターっていうのは宮殿があるよっていうのは言ったと思うんですけど、それから来てるはずなんですよ、名前的にはね。なんと言ってもウェストミンスターってね、ジョン・ロブとあとクロケット以外にもエドワード・グリーンにもウェストミンスターっていうのがあるみたいでね、ちょっとどんだけウェストミンスター人気なんだろうと思って面白いなって感じなんですけど、だから私もともとこの靴は買う予定 でいたんですよ。ずっともうクロケットのセミブローグっていうのが欲しくて、まああのね、ウェルベック持ったんですけど、でもあれはちょっとなんか、なんていうのかな、チャーチらしいセミブローグ、まあ、だからディプロマットらしいセミブローグではない気がして、私あのいつもチャーチ、チェットウィンド、またはディプロマットにそっくりな靴を集めてね、日々いろいろ探して、でエドワード・グリーンのマルバーンとカドガン、まあカドガン持ってないんですけど、してジェームエストン310、それから376で、クロケットはボーリング・アランデルのね、クロケット製のやつ、あれまあモデル名わかんないですけど、あれ持ってて、そしてね、今回このセミブローグのウェストミンスターを手に入れたということで、まあ残りはですね、そうだな、ただの収集癖なんですけど、まあ買うとしたら本当カドガンは決定してます。カドガンは買うんですけど、まあもしさらに買うとしたら、そうですね、マルバーンの黒、そしてカドガンの黒買います。でも雑談は置いといて、この靴今リグロインで汚れ落とししてるんですけど、まあ汚れ落としするまでもないくらい非常にいいダメージが激しいっていうか、かなりなダメージなんじゃないかなと思うんですけど、これをですね、結論から言うと染めます。私はこういう色苦手なんで、何に合わせていいかさっぱりわかんない。絶対なんか嫌だなってなっちゃうんですよね。ただの好みなんですけど、だから染めるんですけど、一応その今さっき話した雑談とか言っちゃいましたけど、まあ染めるには結構重要な話かなと思って、ね、ただの個人的な話なんで、皆様にとっては全くどうでもいい話なんですけど、一応セミブローグはですね、チャーチディプロマットの黒と茶、茶っていうか、まあ赤茶っぽいやつで、 JMS との310、そのね、3足しかまだ持ってないんですよ。で今回このウェストミンスター、クロケットのウェストミンスターを手に入れて、で次にカドガン、エドワード・グリーンのカドガンを買うっていうことなんですけど、まあせっかくだったらカドガンの方を焦げ茶にして、焦げ茶持ってないんでセミブローグは。そんでこのウェストミンスターは黒くしちゃおうかなって。で別にどっちでもいいじゃんと思うかもしれないですけど、ちゃんと理由があって、エドワード・グリーンのマルバーン、まあ、ポール・スチュアート名義で、ちょっとシックサイレットなんで、マルバナなのかちょっとよくわかんないですけど、それは焦げ茶色なんですよ。で、クロケット製のボーリング・アランデル名義のウィングチップは、それは黒なんですよ。だから、黒のクロケット、ダジャレじゃない。なんかつまんないこと言っちゃったみたいになってる。全然違う、もう、うっかりダジャレだから、これもう。本当に、狙ったに今言って気づいた。もう、あー、ダメだって。つまんねえってなって、クロケットは黒。2足っていう感じ。ほんで、エドワード・グリーンは、焦げ茶が2足っていう。そういう風にしたいなと思って。まあ、本当に余裕ができたら、クロケットはまあいらないけど、エドワード・グリーンくらいだったら、くらいっていうか、エドワード・グリーンレベルだったら、まあ、黒もね、考えてもいいかなと思うんですけど、まあ、そんなに同じような似たような靴、そんな、いらないかなと思うんですけど。っていうことで、ものすごい雑談だったんですけど、とにかく染めるので、この靴は。なんていうか、染めるまでの工程を見ていただきたいんですよ。だからせっかくだったらこの最初の状態から
見てもらおうかなと思って、もう同じことしかしてないような感じですけど、ぜひご覧ください。でとりあえずもう状態がね、ほらすごいひどいんで、オリーブオイルを軽く塗っていきます。で皮が相当乾燥してるので、まあ濃くなるのは当然なんですけど、あんまり塗りすぎちゃうと今度スピランをね入れるんだからもうな入んなくなっちゃうんですよ、弾いちゃって。だから塗りすぎは注意してください。そんでベタつきにもなるので、まあ、絶対塗りすぎは良くないですね。でなんかここ変な火傷の跡みたいな、なんかね銀浮きみたいになってますけど、これもしかしたら水洗いで治るかもしれないです。銀浮きかどうかちょっとわからないんで、何が原因でなってるかっていうのは、うん、ちょっとそれはねやってみないとわからないですから、自分が履いててそのうわ雨に濡れちゃってこんななっちゃったっていうのは分かれば別に銀浮きかなって思って、その銀浮きの対処をやればいいだけなんですけど、こういう他人の靴だと、他人の靴、元他人の靴だとよくわからないので、もうやるしかないですね。でアッパーとりあえず塗ったんですけど、まあ結構色はなんか浸透しちゃって、これはこれでいいっていう人は結構いるんじゃないかなと思うんですけど、中はねまだ塗ってないんですよ。でこういう靴っていうのはもう中とかも相当乾燥してるんで、まあ塗っていきます。で中だったらそんなに気を使うものじゃないんで、まあべったり塗っちゃっても平気なんですけど、だからってね塗りすぎたらアッパーに染み出てくるんですよ。そんでアッパーがベタつき始めちゃうんですよ、油染みみたいになって。だからほんと塗りすぎは中だってやっちゃったらダメなんで、もうほんと気をつけてください。でまさかのもうオリーブオイルがなくなるというね、サンドラックだかどっかで買ったんですけどオリーブオイルなくなっちゃったんで新入りを使います。でねなんかオリーブオイル使ってんとすっごい質問もらうんですけど、オリーブオイルはこのなんか薬用っていうの、薬局で売ってるようなやつじゃなきゃいけないの、食用じゃダメなのっていう人がすごく多いんですけど、別に食用でもいいですでも別に変わんないですからね、作ってるやり方とかも精製の仕方は違うと思うんですけど、そんなのどうでもいいんですよ別に そんなにいや薬局のものはこれがこうだから皮にこう作用してとかそういうのは全くなくて、うん、まあ、細かい何かはあるかもしれないですけど、使ってる感じ、私昔一回食用使ったんですけど全然平気だったんで、まあどっちも平気なんだよ、うん、まあ、安い方でいいんじゃないですか。で なんとなくこれを買ってみた感じですね。で今ね内側をお手入れしてて、まあちょっと気づいちゃったんですけど、すっごいものすごい溜まってますここものすごいのがありますということで、ちょっともしかしたらまたね洗いに行くんですけど、その時にチラッと映るかもしれないですけどね、あまり見せないようにはします。これはもうカビの原因とかにもなりますし、そもそも汚ねえよって感じなんでそうですね、ちょっとどうしようかな、ちょっとチラッと映しましょう。じゃあで今さらっと塗っちゃいましたけど、意外とオリーブオイルね、この薄茶色とかにも塗ってもねそんなに違和感ないっていうか、いい感じになるじゃないですか結構。だから、まあ薄茶だからオリーブオイル大丈夫かなと思ってる方いるかもしれないですけど、まあまあまあ平気は平気です、このくらいなら。ほんとでも少量ですよ。ということでこちらを今から水洗いしていこうと思います。はい、それではですね今から水洗いをしていくんですけど、もうこれ今後付けの音声なんですけどね、今見ながらやってるんですけど、全く同じことしかしないんで雑談をしていきます。私今ねゴールデンウィーク中で、ね、皆さんもそうだと思うんですけど、ゴールデンウィークでね、長い休みがあると思いますけど、まあ、やっぱ磨くんですよね靴は。で今日曜日なんですけど、すでに5足ほど磨いておりまして、毎回その時はですね、ゲーム実況のね
BGM 代わりとしてゲーム実況の動画を見て、見ながら1時間くらいに、一足1時間くらいで磨いてるんですけど、まあだから皆さんもそんな感じなんじゃないかなと思いまして、まあ、今回の動画もその BGM 代わりになれたらなという、まあできれば見てほしいんですけど、私もねそんなにハイクオリティな動画を上げてるわけじゃないんで、 BGM でいいかなと。もともとの一番最初の動画とかは見てもらえればわかると思うんですけど、 BGM 代わりに聞いてくださいって感じで言ってるのはねあんまり変わってないんで、まあそんな感じでっていうことで、ぜひ BGM としてお聞きください。まあ私ね、さっきまでちょっと民衆の敵っていう1931年のクラシックシネマをですね見ていたんですけど、ジェームス・キャグニーっていう人の主演映画で、いや面白かったですね、クラシックシネマ。私クラシックシネマっていうの好きで、1960年代とかだって古いと思うんですけど、そんなんじゃなくてもうさらに最初だから、トーキーって呼ばれてるもうすごいすごい古いやつが好きなんですよ。だから古いのが好きだから生かしてんだろうとかそういうんじゃなくて、単純にその当時のね、なんか映画の演出が好きなんですよね。でさ、ちょっと技術が上がった、まあ、60年代とか、まあ、現代のもそうなんですけど、技術が上がって、よりリアルになってね、その状態を鮮明に表すんですよ。今の映画は。例えば、歌えた時に流血して死ぬっていうそのシーンを。だけど、当時は流血表現すらなかったんですよ。だから、その銃でね、バーンって撃った時の、そのマズルフラッシュとか、なんていうの、影とかでね、やったり、あと音とかのみで、やったりして、表現してるんですよ。だからね、そういうのもすごいなと思って。で、何よりも、私はね、スーツ好きとか靴好きなんで、昔のギャング映画とか見てるのね、スーツと靴ばっか見ちゃうんですよ。もう楽しい。あと車もね、好きなんで、昔のキャデラックとか、そういうのはね、いっぱい出てていいなと思ってね、見ちゃうんですよね。いや、昔のスーツっていうのはね、私好みっていうか、もう、私作るスーツっていうのは昔のスーツを主にね、その、モデルとしてるんで、だいたい肩がすごいガッチリした感じで、で、なんだろう、ラペルはすごい広いやつで、ピークドラペル。で、ウエストはキュッとしてて、で、ノーベントとかなんですよね。あれが好きなんですよ。で、ダブルのも多いですし。で、シャツはですね、襟高で、結構、狭いんですよ。なんていうんだっけ、あれ。角度が。開いてる角度が。なんていうんだっけ、レギュラーカラーとか言うじゃないですか。あれね、すっごい狭くて、いや、かっこいいなと思って、ハイベストでね、サスペンダーして。もうね、あんで、今もうそれ見た姿勢でスーツを作りたくなっちゃってしょうがないですよね。まあ、とにかく、ジェームス・キャグニーの映画をですね、民衆の敵を見て、いいなぁと思いましたね。でね、他にも G メンっていうのとね、キャツは顔役だっていう、キャツってカレヤツって書いて、キャツって読むんですけど、ね、すごい楽しみなんですよね。まだ見てないんですけど、どんななんだろうと思う。だから、スーツを作る参考にしてるんですよね。だから、近々スーツ作ろうかなと思ってるんですけど。そういえばさ、話変わるんですけど、さっき、エドワード・グリーンのカドガンをこれから買いますとか言ったんですけど、もう写真出した通りね、あれ買いました。で、焦げチェロにしちゃいました。ね、今後の動画のネタバレになっちゃうんですけど、言います。綺麗かどうかちょっとわかんないですけど、頑張って染めて、今ね、履いて、すごいいいですね。あれ、旧工場の202、昔の202イラストなんですけど、幻の。あれをね、履いてて、いやー、今日履いたんですけど、素晴らしいですね、あれ。昔の202だからってことかどうかはちょっとわかんないですけど、単純に私の足に合ってただけなのかもしれないですけど、あれはやっぱ素晴らしい。幻って言われてるだけありますね。なんかね、雰囲気もいいんですよ。エドワード・グリーンの、いやー、あれは。で、マルバーンも202イラストで、旧工場ので、揃ってるんですよね。さっき最初言ってた、同じで。揃ってるんで、もう、私のコレクター魂としてはね、
よりいいっていうで、実は黒いスエードをもう買っちゃいました。だからね、黒いスエード自体じゃないですけど、自分で染めるんで、黒のセミブログフルブログ買ったんで、まあ黒い角があるのは買わないと思うんですけど、丸番も、まあね、私のコレクターはかなり手に入れられたという感じで。だからさ、そのギャング映画とか見てんと、そのギャングは金をもうバンバン手に入れ、いいスーツを手に入れ、いい女ね、いい家、いい、すごい高い地位を手に入れることに必死になって、まあ、物欲のねモンスターなんだなと思うんですけど、もう私もね結構その気があるんで、なんかギャング映画を見てると犯罪はしないですけど、なんかそのあ、わかるわって共感しちゃうんですよね。絶対ダメね、共感しちゃダメな部類だと思うんですけど、あれはもう共感しちゃうんで、なんかギャング映画見てると私見てるみたいな感じであるんですよね。だからまあまあどうでもいいか、そんなの。とにかくどんだけ長いのこれいつまであってんの、すごい長くない今回の動画、こんなに長いと思わなかったですね、まあ、今回ね新しい後付け用マイクを買ったんで、それで後付けしてるんですけど、どうですかね、音質は結構わそんな悪くないんじゃないかなと思うんですけど、そろそろ終わりですから、まあ、皆さんをねゴールデンウィーク気を抜かずに事故とか起こさないように気をつけてくださいね、あんまりゆるゆるでやってんと病気になったりするんで運動不足で病気になる、ああもう終わりです、それではさよなら、どうぞ。はい、ということで今洗ってきました。なんか味のあるかっこいいくすみになりましたね。うん、いや正直これ焦げ茶でも十分かっこいいと思うんですよ。てかこの色でも、まあ、結構いいと思うんですけど、私はこの色はもう履きこなせないんです、うん、かっこいいんですけど、いざこれ履けって言われんと、え、何に合わせようかなってなっちゃうんですよね。まあ、どうせそのうちエドワードグリーンのね焦げ茶色を手にしますので、これはもう黒に染めてしまうということで、まあ、さっきのこの火傷みたいなね銀浮きもちょっと薄く見えてきてるんで、まあ、治ってくれんといいかなって感じなんですけど、とにかくこれ乾燥させて、でまた色塗りとかの動画で出てくると思うんで、その時に、よろしくお願いします。それでは。